皆さんこんにちは、笹森ひろきです。本日はバースデーイベントの当日の朝でございます。イエーイ。いや、まさか YouTube の撮影がここまで入るとは思ってなかったんですけど裏側とか撮れると思うので。そうですね、そわそわします。リアルにこう舞台とかお芝居する時とかと違う緊張感ありません？こうやって分かんないかちょっと僕は分からないんですけど、でもあれですよね、久しぶりですもんね、こういうイベントとかも。お客さんと舞台上でイベントリアルにするの本当にめちゃくちゃ久しぶりなんで超緊張する。へえー、意外。緊張しいんですよ、ね、自分がこう主役の日なかなかないんで、うん、楽しみではあるし、なんといっても今日6月13日なんですね、このイベントの日が。僕21日なんで、まあ、1週間ほど前ですか、うん、なんですけど、知らなかったんですけど、はい、さっきツイッター見てたら、はい、なんと今日クリス・エヴァンスの誕生日なんですって。そうなんですか。僕が大好きなキャプテンアメリカを演じてる俳優クリス・エヴァンスの誕生日すごい。この話でもうイベント終わるぜまあ本当にゲストの方もね、普段か仲良い方に来ていただいてるのに、うん、MC にもね浜野さんがいらっしゃるということで、まあ、僕は本当喋らずともイベントは進んでいくので気軽な気持ちで今日ばかりはもう僕が主役。そうです、僕が楽しんでいる姿をエヴァンさんにお届けできればと。そうですね、来れなかった方には YouTube でちょっとオフショットとか、ね、うん、あとダイジェストみたいなのでこれを楽しんでいただければと思います。はい、では楽しんでいけたと思います。さあ、まもなく出番でございます。そわそわしますね、やっぱりすごい高まってきましたね。高まってきましたね今回はね、僕が主役なんで気楽に存分に大暴れしてきてください。笹森ひろきバースデーイベント2021まもなく開演いたします。笹森ひろきさんです。どうもこんにちは。ひろきさん24歳の誕生日そろそろ迎えますが、おめでとうございます。やり残したこと一個あるんですよ。皆さん見ました？最近のニュース、橋本環奈さんがギネス記録に挑戦って言って、はい、ティッシュを一箱1分間に何枚抜けるかっていうチャレンジをされてたんですよ、うんうん、はい、140枚ですね、ギネス記録達成って言ったら、僕 YouTube で200枚近く抜けるんですよ。それは見ましたか皆さん、あのワンです。あれが本当にギネスの方が来ていれば樹立してたんです。そうですよ、YouTube。 ちなみに皆さん、僕の YouTube ストモリ曲だらけ見てるよって方、あ、見なくてよ、ありがとうございます。ちなみにカメラ入ってます。あ、YouTube のってことですね。 YouTube のカメラです。不届き者ってことは単純にね。ちょっと待って、そっちの奥の方僕見えてますよ。立っていいっすよそうですよね、こちら程度に。さあ、じゃあそろそろね、ゲストの方からありがとうございます、いただいてるんですよ。去年に引き続きここから参加していただくのは宮崎優さんです。ひろき、お疲れ様です。おはようございます。お花をいただきました、ありがとうございます。いやー、奈良さん来てくれました。はい、宮崎優と申します、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、というわけでございまして、はい、去年もやりました。ここからはゲーム対決やりましょうか。最初のお題が写真で一言この人が言いそうなことを言ってください。ああ、あの後ろの毛皮のそば、お前家のシベリアハスキー暴れたいM1 で初戦敗退しそうなコンビ名は北京南京パンプキン。これからも、どん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 先に進む、私を応援よろしくお願いします。皆さん本当に、本日はありがとうございました。さあ、笹森ひろきさんに大きな拍手を。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、無事に第1部が終了いたしました。お疲れ様です。めっちゃ楽しかった。
リアルにお客さんとこう顔合わせてどんな反応してるのかとか、どんな顔でね僕を見てくれてるんだろうっていうのは、うん、なかなか普段だと本当にわからないもんで、まあ、このご時世だけどそうやって、まあ、ある種ね命を懸けてこう場所に来てくださってる方々はもちろんいると思うんですけど、その思いにねなんかもっと応えられるような役者になっていきたいなと思いましたね。ひとまずお疲れ様でした。髪型可愛いですね。可愛い。もらいました。いいですね。アシメな感じで。はい、それ服装はどんな感じなんですか。ちょっと白。一部が黒かったんで、ちょっと白っぽさを基調に。あ。可愛い。ジャケット可愛い。あれですね。これもなんかイベントかなんかで衣装さんから衣装さんの。あれだったんですけど、はい、普通にいただきました。へー、かわいい。これかわいいっすね。おしゃれ。そうそうですね。もうそろそろ第2部が始まるということで、2部はまたね違う形で、まあ、ゲストの方も 2.5 次元俳優ではない役者さんが来てくださるので、またちょっとねいつもとは違った話ができるんじゃないかなって感じ。そうですね、そうですね。どうでした、ずっと YouTube 見てらして。いや、ずっと楽しかったですよ。ですか、はい、ファンの方とのコミュニケーションがすごい対話があるなと思っていて、ね、嬉しいっすね、はい、ね、やっぱりオフラインならではというか、うん、本当はねファンの方々も声出して喋れるといいんだけど、うんうんうん、なかなかご時世的に難しいもんで模索してね、うんうん、やるしかないんで、うん、思い残すことがないように思いっきり叫んでいきたいと思います。いただきます。どうぞ、いらっしゃい。与えられるような人間になりたいと思って常々生きてきたんですけど、本当に皆さんと一緒にこう過ごせる日々というか、普通に舞台で上がっているこの状況が本当に当たり前のことではないということだけ頭に入れて生活しております。気分が乗らない時に、僕を見てください。笑えるでしょ、ね、僕はもうそれでいいです。もうそれでね舞台とか見に来てくれて、ちょっとでも明日生きようという糧になることがやっていて一番嬉しいので、皆様の前に立ってニコニコ笑って、そして皆様をニコニコ笑わせられるように精一杯今後もね生きていきたいと思いますんで、やる気元気もうね気合いっていう冗談で頭にぶち込んでいただいて、今後もね前を向いて生きていきましょう。以上です。ありがとうございました。ではお手拝借よー。あ、素敵。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいま YouTube 入部終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。エネルギーをとてもいただきましたし、うん、放出しましたね、うん、よく寝れそうぐっすり寝てください。どうでした。いや、僕はもう本当にエネルギーをいただきまくってましたね。1部も2部もすごい盛り上がって楽しくて最高でした。ご時世柄ね、大阪とか行く予定だったのができなくなったりとかしたんですけど、また状況が落ち着いたらリアルにね来れなかった方も、そうですね、いつか、はい、お会いできると思いますんで、はい、その時にぜひリアルにまたねお会いしましょう。はい、最後に僕からですねお誕生日プレゼントということで。マジですか。こちら。なんすか。どうぞちょっと一旦持ってもらっていいですか。ありがとうございます。よいしょ。コーポラティじゃないですか。はい。何何ですか。開けていいですよ。いいですか。はい。そんなサプライズ、ちょっと気に入るかな。すごい悩んだんですけど。何香水用パラディ使ってらっしゃるから。はい、使ってます。何ですか。それ何だと思いますか。入浴剤。そうです、それバスミルクで、ロバのバスミルクです。あら、ちゃんとお風呂入れようっていう
疲れを取ってねっていう。あ、それそれそれです。あの今後、嬉しい、入浴がちょっと。ありがとうございます。何もうやだ。 あともう一つありますよ。もう一つは、はい、多分使うんじゃないのかな。チャームポイントに使ってほしい。なんだなんだなんだ。あ、すげえ、ハッピーバースデーってちゃんと書いてあります。うわ嬉しいわ、まさかのサプライズ。いきます。どうぞ。お、え、オーパラディのリップクリーム、俺これ使ったことない。本当ですか、よかった。どんな味これ。味で決めるんですか。そう、俺ずっとね、あのジョンマスターの使ってて。いいですよ、試してみて。リップクリーム大事ですからね。おう。上品な味がする。上品な味しますか。美味しい美味しい。あ、うまいわ。そんな、なんかさ、嬉しい。なんかこうなんか香りだけに特化していないような、はいはいはい、なんて言うんでしょう、ちゃんと保湿できそう。え、初めて使って嬉しい、ありがとうございます。なんかこう以前、うん、チャームポイントで、はい、唇って言ってたから、はい、じゃあ磨きをかけていただきます。嬉しいわ、いただきました、ありがとうございます。わざわざ、いやいやいや、嬉しいわ。ちょっとリップ塗ったから。いやいや、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいわ。まさか YouTube のね、撮影もずっと入っていただきまして。いや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 、イベントもずっとね、端の方で撮ってくださって、もう、ね、どこまでお見せできるか分かんないんですけど。そうですね、ちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、まあでもいいところ伝えられたらなって。そうですね、一生懸命編集しますんで。いや、ありがとうございます。はい、ここのね、場所で言うのもなんかちょっとなんか確かにちょっと変なあれですけどね。というわけで、ご来場いただいた皆様、そして、この YouTube を通して僕を応援してくださって皆様、私、24歳になっても変わらずにしっかりと前を見て突き進んでいこうと思いますんで、今後も応援よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは。24だ。おい。